今日もご視聴ありがとうございます。今日は先週投稿した暗記の紹介動画で紹介しきれなかった実際に使うときに役に立つ応用的な使い方をご紹介しようと思います。前回の動画は暗記という素晴らしいアプリを皆さんに知ってもらいたいということが投稿の目的で、今回は実際に暗記を使いこなす上で皆さんに知っていただきたい機能を紹介するのが動画投稿の目的になります。この動画を撮影する前に暗記アプリを使っていたんですけども、本当に涙が出るくらいの神アプリだと思いました。そして今日の動画では僕が涙が出るくらい便利だと思った機能を誰にでも簡単に分かるように説明します。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本題の前に20秒ほどで前回の暗記の紹介動画のおさらいをさせてください。暗記は覚えた内容を短期記憶から長期記憶に移すという流れを考えて作られたアプリで、皆さんおなじみの暗記カードを超絶優秀にしたようなアプリです。暗記アプリを使う上で絶対に覚えていただきたい言葉が2つあります。カードとデッキです。カードは暗記カードでいうカード1枚1枚の部分です。デッキはカードが束になったものとご認識いただければ大丈夫だと思います。もしも暗記の基本機能を紹介した動画をご覧になっていなければ、概要欄にリンクを貼っておきますので、よければそちらもご覧いただければと思います。今日お話しする内容はこのようになっています。一つ目が暗記の便利機能ですね。で、もう一つが知っていただきたい暗記を使う前の注意事項。この二つをご紹介したいと思います。この動画では暗記アプリを英語の勉強を例にしてご説明しますが、その他の資格試験などでも十分ご活用いただけると思っています。紹介するのが、カードの順序をランダムに変更するという機能です。暗記は設定を変えないとカードを追加した順番でカードが表示されます。このようにですね、この数字がカードを追加した順番だとすると、このようにアップル、バナナ、キャット、ドッグ、エッグ、この順番でしか通常だと表示されません。でもカードの順序をランダムに変更する設定をオンにしていただくと、追加した順番に関係なくこのようにランダムで表示されるようになります。僕の経験なんですけど、英単語帳何周もしていると、この単語の次はこの単語が来るなってなんとなくリズムで分かってしまうことってありませんか？僕はそういう時にこの単語はリズムで覚えていたのか、それともしっかりと暗記できていたのか不安になることがありました。この経験って僕だけですかね？すいません、ちょっと話が逸れてしまったんですけど、このカードの順序をランダムにする設定の方法をご説明します。まずデッキを開いていただいて、画面右下の歯車のマークを押します。そしてこの中の学習設定を押します。初めて暗記を使う方であれば下の方に学習設定があるかもしれません。でも一度使うと、このよく使用するアクションというところに自動で移動します。で、学習設定の中の順序、こちらをタッチします。そうするとランダムにカードを表示とあると思いますので、チェックをつけてあげます。これでランダムにカードを表示させる設定は完了です。あとはこういう風に通常通り勉強していただければ、ランダムでカードが表示されるようになっています。で、カードを追加した順番通りに表示させる設定に戻したい場合は、もう一度順序の中から追加順にカードを表示にチェックをつけていただければ大丈夫です。続いて紹介するのが、カードの自動送りという機能になります。この機能を使えば画面をタッチせずとも5秒経ったら自動で答えが表示されるようになります。僕はこの自動表示機能とランダム表示機能を同時に使って、5秒以内に答えられたカードについてはこの簡単を押そうと思っています。 TOEIC の試験を受けていると、問題を全て解き切るのに時間がギリギリなので、英単語を見た瞬間にパッと意味がわかるようにする反射神経がすごく重要だと個人的に思っています。そのような能力を鍛えるのにも自動送りは有効だと思いました。自動送りの機能の設定の方法をご説明します。画面右下の歯車マークを押していただいて、このカードの自動送りをオンにします。設定方法としてはこれだけです。もう一度カードの自動送りをタッチするとオフになります。これでカードの自動送りを有効にする設定の方法は完了です。続いて紹介するのが、カードのノートタイプの変更という機能をご紹介します。この機能はカードを作るときにしかオンにすることはできません。そのため共有デッキでこの機能が有効になっていなければ使うことができません。もしも視聴者様の中で作成済みのカードのノートタイプを変更する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄でご教示いただけるとすごくありがたいです。よろしくお願いします。しかし自分でカードを追加する場合だと、すごく役に立つ機能だと思ったので紹介させていただきます。ノートタイプの変更という機能には主にこの3つがあります。基本というタイプでカードを作成すると、カードの表に英単語、裏に日本語を書いて作成した場合、暗記を使っていて表示されるのは英単語を見て日本語の意味を答える、この流れのみです。一方で裏表反転カード付きというタイプを選択してカードを作成すると、デッキには英単語を見て日本語の意味を答えるカードと、日本語の意味を見て英単語を答えるカードの2枚が作成されます。言葉だけだとちょっと分かりづらいと思うので、実際の画面で説明させていただきます。このように裏表反転カード付きを選択してカードを作成します。カードの表にはアップルと
書いて、カードの裏にはリンゴと書きます。そして保存します。そして回答してみます。アップルという英単語が表示されて日本語を答える、このパターンの後、リンゴという日本語が表示されて英単語を答えるパターンが表示されました。そして画面の下の方を見ていただくと2と表示されていると思います。ここにはこのデッキに入っているカードの枚数が表示されています。この2枚というのは英語から日本語を答えるパターンのカードが1枚と英語を答えるパターンのカードが1枚の合計2枚入っているということが表されています。このように裏表反転カード付きの機能を使えばカードを1枚作成するだけで英語から日本語を答えるパターンと日本語から英語を答えるパターンの2枚のカードを同時に作ることができます。これは特に英単語の暗記の場合に効果が高い機能だと思いました。続いてご紹介するのが穴埋めの機能です。これは問題文を自分で書いて答えの部分だけ空白にできるという機能です。例えばですね、こういう問題があったとします。そしてこの括弧に入っている文字を考えて答えが思いついたら画面をタッチします。するとこの空白の部分が表示されます。ではこの設定の方法を見ていきます。まずカードの追加を、タイプは穴埋めですね、穴埋めを選択していただいて、そして問題文を途中まで入れていきます。そして答えになる部分が来たらこの括弧が3つ集まっているマークを押します。するとこのような記号が出てきますので、この C1 コロンコロンの後に答えになる文字を書きます。そして保存をします。するとこのように問題ができています。学生時代にノートに自分で赤ペンと赤シートでこのように穴埋めの問題を作っていたのを思い出して少し懐かしくなりました。これが穴埋めの機能になります。もう一つ穴埋めに似た機能で回答タイピング入力というものがあります。僕は穴埋めがあるので使う場面はあまりないと思いますが、ご参考までにご紹介したいと思います。例えばこういう問題があったとします。そしてここに答えを入力してくださいっていうスペースがありますので、ここに直接タイピングで入力します。で完了を押すと、もし答えが合っていたらこういう風に表示されます。そして間違えるとこのように表示されます。穴埋めの部分をタイピングして答えるのがこのタイピング入力という機能です。僕は正直入力するのがめんどくさいので穴埋めでもいいかなと思っています。この暗記アプリを使う上での便利機能の紹介としては以上になります。でこの動画をご覧いただいている皆さんにお願いです。もしも暗記をすでに使われていてもっと便利な使い方を知っているという方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけるとすごくありがたいです。ぜひよろしくお願いします。続いて暗記を快適に使う上での注意点、こちらをご紹介します。一つ目が同期は同期ボタンを押さないと始まらないということ。でもう一つがデッキを入れすぎると動作が重くなるということです。こちら順に説明させていただきます。まず同期は同期ボタンを押さないと始まらないというところなんですが、暗記で端末間での同期の機能を使う場合にはこの無料の暗記ウェブというところに登録しないといけません。登録して初めて iPad と iPhone 間などの端末間での同期を行えるようになります。そしてこの同期は暗記アプリの画面右下にあるこの同期ボタン、こちらを押さないと同期されません。例えばデッキの内容であったりとか、カードを簡単や難しいのどこに振り分けたかといった結果はこの同期のボタンを押さないと端末間での同期ができません。家で iPad で暗記アプリを使った後に同期をして勉強の記録を暗記ウェブにアップロードします。そして電車に乗っている時に iPhone で暗記アプリを使いたい場合は、暗記ウェブにアップロードされている勉強の記録を iPhone の暗記アプリの同期を押して iPhone に同期する必要があります。つまり iPad と iPhone の暗記アプリの同期ボタンそれぞれ1回押す必要があります。ここが少しめんどくさいんですけど、複数の端末で同じデッキを使いたい場合にはぜひご注意いただければと思います。続いてもう一つ注意していただきたいのは、暗記アプリにデッキを入れすぎると動作が重くなるということです。これは暗記の公式のマニュアルを読み込んでいる際に繰り返してできたので重要なんだなと感じて紹介させていただきます。僕は今95メガ分のデッキを暗記アプリに入れているんですけど、今のところ重たいと感じたことはないので正直大丈夫なんじゃないかなとは思っています。でもこのように暗記の公式マニュアルの中に何度か出てくる内容なので、暗記アプリをご使用の際は使わなくなったデッキはこまめに削除するなどして心配ないかなと思っています。今日は効率的に暗記することができるようになる暗記アプリをご紹介しました。実は暗記にはまだまだ紹介しきれない機能がたくさんあります。この動画では僕が実際に暗記を使ってみて、この機能は便利だなと思ったところと、暗記が出している公式のマニュアルを読んでみて、ここは皆さんにぜひ知っておいていただきたいと思ったところを抜粋して紹介しています。僕を含めて暗記はちょっと多機能すぎて初めて使う方であれば少し使い方に戸惑うかもしれないと思ったので、前回の暗記の使い方の基本編と今ご覧いただいている暗記の使い方応用編、こちらを見ていただければ最低限暗
機を活用できるようにと思って動画を作成しました。もしもこの動画で質問があれば遠慮なさらずにコメント欄に残していただきたいと思っています。分かる範囲で回答させていただきます。コメント欄で回答が難しい場合は Twitter でこのように画像付きで説明もしています。よくいただく質問に関してはこのように個別で動画を撮影して YouTube に投稿しています。遠慮なさらずにコメント欄にはどんどん残していただければと思います。僕のチャンネルではこのような感じで iPad の使い方や iPad のアプリの紹介を中心に投稿しているチャンネルになります。サブチャンネルでは僕の日常生活などメインチャンネルでは投稿できないような動画も投稿していますので、サブチャンネルもご覧いただけるとすごく嬉しいです。今日もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。